ここがいいね。あー気持ちいい。足元からじんわりポカポカしてきます。さあ今回の旅はここからスタートです。まず訪れたのはこちら、和倉温泉の一角にあるゆっぱりパーク妻恋船の湯です。温泉地に来たらやっぱり足湯ですね、うん、で今日はあいにくの天気なんですが、晴れていたら七尾湾と能登島を眺めながら足湯に浸かることができますよ。ロケの日は残念ながら一日中雨が降っていて、このように外は真っ白でしたが、晴れた日にはこの感じ、青空のもと能登島の緑と七尾湾の青が映え、気持ちよく足湯に浸かることができますよ。さらに夜になればライトアップもしているそうです、うん、新しい足湯の楽しみ方ができそうですね。足湯の後はスイーツ、和倉温泉ではスイーツ巡りができるんです。和倉温泉ではこのスイーツ引き換え券を使うと、温泉街にある9つの店舗のうち3店舗で極上スイーツが堪能できるんです。早速スイーツを求めて温泉街を散策です。チェックしてるスイーツがこの辺に、あ、ありました、こちらお邪魔します。今回訪れたのはお土産店だるま屋に併設されているカフェカームプレイスコーヒーです、うん、こちらで引き換え券と交換できる商品はこのおいりというカラフルな和菓子をトッピングした特製ガトーショコラです、うん、ガトーショコラとおいりとクリームといただきます。うん、うん、おいしい。ガトーショコラ結構ほろ苦くてしっとり、ちょっとびっくりしたのがこのおいりの食感、はい、なんか楽しいですよね、はい、サクサクってしてるのかなと思ったら入れたらもうなんかパッて溶けるような感じ、サクッふわって面白い。このガトーショコラと相性抜群なのが、和倉温泉といったらこの子、和くたまくんがデザインされた和くたまラテです、うん、これちょっと飲むのがもったいないんですけど、いただきます。あ、美味しい、うん、バニラのふわっと甘い香り、うん、コーヒーがすごい美味しい、はい、で上にはこういった和くたまくんのちょっと遊び心もあって、はい、なんか飲む楽しみもありますよね、はい、ありがとうございます。楽しみがあるのはラテだけじゃありません、うん、こちらのカームプレイスコーヒーでは注文があればご要望に合わせて人気キャラクターなどデザインした手作りケーキで誕生日をお祝いしてくれるそうです、うんうん、ということで少し遅れましたが、あのリフレッシュの3000回放送を記念して作りました。なんとわー、これありがたい、ありがとうございます。このケーキ、わー、これも手作りですか、ね、はい、全部手作りで作りました、フレッピーもリフレッシュのロゴも、そして3000のこの数字もありますよ。いや、すごい、いや、ありがとうございます。皆さん祝っていただきましたよ。ありがとうございます。他にも和倉にはご当地スイーツを楽しめるスポットがたくさん、うん、ぜひ一度和倉温泉スイーツを堪能してみては。スイーツをいただいた後はこちらのお寺である修行を体験します。その体験ができるのは聖林寺です。こちらの御弁殿にあるテーブルがたくさんの観光客や写真家が訪れる撮影スポットになっているんです、うん、カメラをカメラを置いてください。ここに置くんですか、はい、そしてあの柱があるでしょ、あの柱は中心として、はい、そして撮っていただければこのインスタ映えします。インスタ映え、はい、ご住職の口からインスタ映えという言葉が私も慣れました。このような水晶玉をテーブルの上に置くと、うん、インスタ映え間違いなしの写真が撮れるということで早速撮影してみました。水晶に景色が面白いね、そうやってできるんだ、うわーすごい、この感じ綺麗ですよね、
庭の景色が反射して美しい写真を撮影することができるんです。景色に目を取られていましたけれども、パッと上を見ると天井がまた変わってますね。そうなんですよ。この建物の見どころはこの天井だと思います、うん、これどういった天井なんですか？これはね、折り上げ合天井と言います。折り上げ合天井、こうして S、 折り上がってるでしょうかしね、ここはね S 型ちょっとね、はい、はい、曲線になってますね。曲線になってます。これを折り上げ合天井と言います。折上合天井は昔から皇族などの位の高い人が出入りする部屋に使われていたもので、この S 字カーブの部分は特に高い技術が必要だったようです。板を起こして木目を残りの目を入れて、そしてお湯でゆっくり曲げたということです。へえ、はい、いやすごい技法ですね。そう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 、細部に行き渡った技術を見るのもよし、新緑に癒されるのもよし、さまざまな楽しみ方ができる御弁天でした。今回の旅したガールは和倉温泉を旅しています。清林寺では脳トレにも最適、心を整えお経を書き写す写経体験をしてきました。息と身を整えて心を整えます、はい、では書いていきます。写経は背筋を伸ばすことで身を整え、深呼吸することで息を整える、すると自然と心も整う、調心、調息、調心をモットーとする修行です、うん、聖域な場所での写経体験で身も心もすっきりです。そして最後に願い事を書けば完成。よし、書けました。じゃん、こちらです。おお、私の願い事は除災消福、まあ、新型コロナウイルスとか自然災害が多いですけど、そういった災いをなくして福が来るようにという願いを込めて書きました。無心になって文字を書くということがなかったので、書いてると外の自然の声、鳥の鳴き声とか水の音とかが聞こえてきて、なんかすごく本当に心がリフレッシュされた気がします。そうですか、よかったですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそようこそ。そして旅の最後に訪れたのは今年6月にオープンした和倉温泉お祭り会館、うん、こちらでは七尾で行われている祭りを疑似体験できるコーナーがあるそうなんです。でかっ、すごい、もうこんなに大きいんですね。わ、天井に着きそうなぐらい、わ、すごい迫力。で、奥に行ったら千白菜のでか山、うわすごい、間近で見るとその大きさに圧倒されます。高さ12メートルのでか山の大きさ圧巻でした。これタイヤの大きさだけでも私より大きいんです。そしてこちらにはすごい大きなスクリーンですね。はい、一石宝刀祭りと呼ばれるお祭りになります。なんかもう本当もう目の前でお祭りが繰り広げられてるような臨場感、いやーかっこいいですね。こちらのスクリーンを使って一石宝刀祭りを数えている男性の足並みを体験することができます。体験ってどういうことですか？はい、画面に出ている足跡に合わせて皆さんにステップを踏んでいただくようなゲームになっております。なんかもう現代ですね。そうですね、ジャンプの方が書いてる、はい、太鼓みたいな、太鼓の殺人みたいな、うんうん、ダンスダンスということで体験してみました。そうそうそうこれ合ってるこれ動きジャンプ合ってるってだんだんとステップのタイミングが早くなってきて難しいんですよ。ステップの、ね、臨場感があり楽しいですよ。判定中、私のステップの評価は、あ、厳しめの、次は頑張りましょう。一生懸命みこしは運んだのに甘くないってこと、なんかゲーム感覚でお祭りを知れて楽しめるので面白いです、うん。その他、手松明を振り回して巨大な柱松明に火をつける高田の火祭りなどが体験できます。大人から子供まで楽しめる大迫力な祭り会館でした。
ここに来るとその体験もできますし、体験すると楽しくって、はい、本当に行きたいなっていう気持ち高まりますもんね、はい、ぜひ体験していただきたいなと思います。はい、来年に向けて、はい、まずはここでちょっと体験してもらって、そうですね、っていう感じですね、ちょっと勉強していただいて本番で、復習してもらうみたいな形ですね。はい、足湯でリラックス、そして絶品スイーツに舌鼓を打ち、写経体験では身も心もリフレッシュ、インスタ映えスポットでは綺麗な写真を撮影するなどできます。皆さんもぜひ魅力あふれる和倉温泉に訪れてみてはいかがでしょう。